芥川龍之介ということで八ヶ瀬くんで、あの3人がメインなんか主に出てたというんですけど、なんかあの関係性っていうのもどうしてこういう描かれ方がしてるのかみたいのって、これもねこの先こう分かってくるのかなっていうのもあるので、ぜひぜひエンディングをね、また改めて全部見終わった後にエンディングを見るとまた違った気持ちで見れるかもしれないですね。なるほど、そうかということで、まあ、探偵者のような雰囲気で収録しているんですかっていうことですけども、本当にそのまんまというか、本当にそのまま太宰治とそのまま横にいるよ、ね、そうですね、僕たちの横にいますね、前にもいるし横にもいるしみたいな、そうなんですよ、本当にボーダーレスというか、なんかもうそこの境界線がもう混ざっちゃっててっていう感じで、だから本番リハでさ、うん、笑って、はい、慣れるんだけど本番さらにそれを超えてくるじゃない皆様もう皆さんとか、そうですね、あの吹き出しそうになってるのを必死にこらえてまあ本当にやっぱり太宰と国木田っていう関係性が、うん、特に、まあ、太宰は多分原作よりもすごいコロコロ表情変わるし、うん、ぬるぬる動くしなんかやっぱそこにやっぱ宮野さんのあのお芝居が加わることで、うん、まあ、さらにその国木田の細谷さんのツッコミがこうビシッと決まるというバシッと生きてきて決まるというか、もう本当にあの二人の関係性っていうのはそのまんまだよね、うん、本当休憩時間もね、休憩時間もそのままでいつ本番なんだろうぐらいのあれっていう、本当そうですよね、うん、なんかそこがやっぱり楽しいですよね、うん、面白くやってます、うん、本当に、ね、楽しくやらせていただいて、ね、いい雰囲気の中でやらせていただいて本当に幸せなことですよね、幸せですもん、ね、楽しいです、いやね、これからもね、はい、また放送がどん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 やっていく中で、はい、そのそれぞれの